こんにちは、山中もとむです。今回はご当地グルメ、食べ応え抜群の武蔵野うどんが食べられる店舗について紹介します。お腹いっぱい食べられるグルメ探しているという方、またご当地ならではのコシが強い武蔵野うどん、どんなものか気になるという方、ぜひ参考にしてみてください。普段このプログラムではこれまで国内はもちろん海外59の国と地域に行った経験から皆さんの旅行に役立つ情報をお届けしています。今回紹介するのは武蔵野うどん伝統の味良太郎という店舗です。東京都や埼玉県のご当地グルメ武蔵野うどんを食べられる店舗です。私は行った時は肉汁つけ麺4玉660円を注文しました。大皿に乗った大容量の麺とつけ汁の中に入ったお肉、そして薬味のネギ、ほうれん草、生姜、わさびがついています。武蔵野うどん、どんなうどんなのかというと、通常のうどんの麺よりもものすごく太く、色が茶色がかっていてコシがあるんです。さぬきうどんのようにツルツルっとすするようなうどんではなく、大皿に乗ったうどんをガバッと取ってわしわしと食べる、そんなイメージのうどんです。ザルからすくって温かいつけ汁につけて食べるのがスタンダードな食べ方になっています。こちらのお店でも大皿に乗った茶色がかった極太のうどん、お肉の出汁が効いたつけ汁につけていただきます。食べ応え抜群の一品です。薬味やお肉と一緒に食べてももちろん美味しいです。どれぐらい食べ応え抜群なのかというと、例えるならば学校で課題図書これ読んでねと言って渡された本がとても分厚くて読み応えあった、それごたえ食べ応えが抜群にあるというイメージです。店内は落ち着いた雰囲気の内装です。気になるという方、場所は埼玉県の所沢市にあります。西武線の所沢駅の東口を出て歩いて5分ほどのところに位置しています。食べ応え抜群のご当地グルメ、武蔵野うどん、美味しいもの好きだという方、参考になれば幸いです。それでは皆さん、いい旅を。参考になったという方は、いいねの高評価、またチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。